はい、今日はですね、終わりなき逃走ということでですね、またですね、こうドアがあるんですよ。あるドアが、スポットが。でそのドアのですね、こう上の部分がですね、こう寝心地がですね、いいみたいですね。そこにですね、こういつもこう、まあ、いらっしゃる時とかいらっしゃらない時とかあるんですけど、昨日はですね、あのドアを開けても何もなかったんですよ。で多分こう今日はですね、一気に来るんじゃないかなと思ってですね、そしたらもう予想通りでございました。ドアをちょっとですね、こう開けたらですね、こうポトってこう落ちてきた方とですね、こうちょっとパタパタってこうはためいた方とですね、こういましてですね、まあもしかしたらこう2、3匹いらっしゃったのかなというふうに思いますね。だから昨日全く音沙汰なかった分、今日はですね、こう多めにいたみたいな。だからそのドアですよね、ドアの部分、ドアの上の部分がすごい寝心地が良くて、でこうパッと開けるとカサカサカサってこう隠れちゃうわけですよね。でまあパタパタってこう元気に飛んでってこうささっとこう隠れたりとかですね。だから私がですね、こうドアを開けたらこう隠れるっていうこう手順になってて、多分そういうことにしようぜってことになってて、こうコソコソってこう隠れちゃうみたいな、こう穴に入っちゃうみたいな、そういう部分はあるのかなと思いますね。こう人類のこう手の届かないところにね、こう隠れてしまわれるっていう部分はあるかなと思いますね。ねえ、だこうまあ出たり出なかったりして、こう昨日出なかったんだけど、こう今日に3匹みたいな、ちょっと多いですよね。だからそれがね、またどうなるのかってことですけれども、はい、まあちょっと今日は梅雨だけれども晴れてましたからね。ということで、終わりなき逃走でございますか、ゴキブリさんの話でございました。こちらの動画は以上でございます。失礼します。